はい、オークシェンの宮下です。噛んでんじゃねえよ。どうもオークシェンの田中です。どうもメッツの笹山です。メッツの増田です。お願いします。全員集合。明るいですね。始まりましたけども、今日やるゲームはですね、はい、前回に引き続き、はい、虚栄都市をやっていきます。じゃあやってますね。いや、まあ、結構やってきて、はい、次がもう6ぐらい前クリアしたのかな、うん、5までやったんじゃないですか。全12ストーリーらしいから、はい、もう間もなく半分。そうなんですか。折り返し行きましたか。なかなかね、秋っぽい我々が、なかなかね、やることないんで、とりあえず画面じゃ出ますでしょうか。はい、出ました。はい、前回の、うん、を受けての長官ですね。はい、はい、うん、前回僕で、クリアさせていただきました。そうね、また僕からちょっとやらせていただきます、うん、はい、前回はあれですよね、そうです、使徒がね、使徒が出てきて現れて、初号機が、助けてくれてみたいな、うん、これすごいのがさ、はい、倒すって結構メインのあれじゃん、はい、話としては、はいはい、そこでも割とあっさり、はい、なんだったら角度によっては見えないところで倒す。そうですね。だからあくまでもうちのそのカメラワーク次第みたいな。そう、はい、結構メインでね、AT フィールド破って倒すところ、そんな、見なきゃ見ないでいいっていうのが面白い。メインはゴーゴーカレーなんです。これメインではないです。まあ、ゴーゴーカレー確かに結構な尺を取りましたけども。巨大カレーブームありました、ね。まあ逃げ山逃げ太郎さんのこのね、はい、話、はい、ね。あと少女が親父さんと、ね、そうね。ね。やっと合流できたと、うん、合流できて、じゃあ次どうすんだっていうので、うん、こっからですね。その前にじゃあまあアイテム交換できると思いますか。あ、見ますか。じゃあまあ、はい、あれ結構あるな。50もあるぜ。50現在のコイン入るぜ。結構なんかあります。どんどん下行ってみて。下行きますか。下行くとどう。はいはいはい。ゴーゴーカレーか、やっぱ。ゴーゴーカレーの防御力になるよ。スポンサーだからね、ゴーゴーカレー。いや、まあ、スポンサーかどうかわからないけども。いや、スポンサーからどう考えたって。ゴーゴーカレー。ゴーゴーカレーの制服ね。まあ、10か。まあ、10だと安いしな。あのヒゲもいいけどね、大臣ヒゲ。ゴーゴーカレーのヒゲ？いや、ゴーゴーカレーくくりじゃないよ、全部。大臣ヒゲ？大臣ヒゲ、ちょっとなるほどね。それかその、イヤリングでチャイナに合わせるとか。あ、まあ今チャイナ服に合わせる形ね、はい、でもチャイナだからこそちょっと変えたいよね。もう、あ、もうチャイナやめる。チャイナ変えたいよな。セクシーの何これ。レインボー大臣ヒゲ。あ、いいね、レインボー大臣ヒゲ。結構カラフル。何をもって良しとしてるんですかこれ。カラフルじゃん。悪者ヒゲもあるよ、上の。あ、クマのつけっぱなもありますよこれ。あ、ちょけてるな。ちょけて。セクシーな奥を。あ、いらねえだろ。どうしても欲しいみたいな。じゃあとりあえず買いますか。セクシーお願いします。とりあえず買いました。セクシーな奥みたいにここにつけてよ。セクシーな奥いるか。でこれ衣装は大丈夫ですか。衣装。衣装なんか、ね、まあそれがもうちょい貯めて。貯めます、ね。貯めましょうか。いいのが。ね、あとじゃあなんかおひげもつけちゃう。お眼帯。眼帯もあるぞ。おひげ。眼帯ね。あ、眼帯にしますか。昔のタモリさんみたいな。ね、出てきた頃の、うん、そしたらもう筆算分けっていうのがあったから完全に昔のタモリさんにいいね押していくの。したら筆算受けと筆算分けと眼帯でもうすぐ買いましたもん。じゃあ眼帯筆算分けで、あ、これだ、あった、ほら、これだ、あ、オッケーオッケー、あ、これでいきますわ。いやもう結構なコイン使っちゃったな。マイク、マイクもタモさんセット。マイクこうやって走んねえからお前。右山くんで、ブラタモリのイメージでいきましょう。じゃ なるほどね、はい、あ、まあ、確かにブラブラしてる部分もあるもんねこれね。江戸の名残を探しますか。じゃあそうですね。ねえ、起きて。何？お、何ですか？え？どこで寝たの？あれ？確かにちょっとねセクシーなショットからタモリクラブっぽかったっすけど。え、何？何これ？お風呂。え？え？え？どういうこと？なんで海みたいな。あ、ボート乗ってますよ。さっきまで町の病院の前にいたのに。そうだよね。どういうこと？なんで？わからない。私も気づいた時にはうわ怖い、この船の上にいたの。え、シュールス。え、なに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 、何これも異変の影響なのだろうか。どれくらい時間が経っていたのか、うん、この船は一体どこから。ここは海みたいだけど本当に海か。彼女は本当に何も知らないだろうか。まだ夢を見てるんじゃないだろうか。まあまあどれも確かに正当な理由だよね。まあじゃあ普通にやります。そうだね。でも どうして異変の影響なんだろうかでいいね。シンプルに一番上。そういう気になりますか、やっぱり。うん。一番上で。じゃあ。お願いしますか。はい。はい。一番下でした。言うこと聞けよ。後輩なんだから。うん。
ユキの方をつねる。これぐらいやっぱ切られた方が。いや、ここまだ下げさせてください。ここまだ下げさせてください。まだまだですか。なかなかよ、自分で夢だろうかつってんのに。お痛いよ。無表情だから狂気性を感じるね。おやっぱり夢じゃないみたいだ。いや、わかんない。お前が言うなよ。わかんないよ。でも、これからどうしよう。この子いい子だね。何やってもあんまり。どっちに向かえばいいのかもわからないし。そうだね。田中さんのどれがいいですかこれ。救助が来るの待とう。大声助けよう。もう船を漕ぎ出そう。もうダメだ。諦めよう。まあ、普通のやつがね。俺はね、やっぱね、大声で助けよう予防だね。まあね、大声でね。はい、もうダメだ。言うこと聞けよ。諦めるんじゃないよ。諦めよう。大丈夫。きっと助かるよ。めちゃめちゃ情緒不安定じゃん。急に落ち込んだりさ。いやでも急展開するね。急展開で何があったんだろうね。意識失ったとかなかったよね別に。でも女の子も気がついたらって言ってたからなんかあったんだ、ね、ここまで空から降る1億の星っていうドラマ の, あの最後の方であの、うん、キムタクと深津エリーがこういうシーンありましたけどね、うん、ああそう、うん、なるほど。今一番気になる豆情報ね、うん、松田のお出た大喜利のお題みたいな長っ、うん、ちょっと多いぞこれ。もちろん君のことだよ。僕を追いかけてくる二人組の男。ああいたね。下げれますこれ。強化しここまだ下げたいな。大塚というウェブライター。下げるとしたら下げるとしたらこれ、うん、病院にいた父と娘。あれじゃない、スマートフォンを貸してくる。あ、柏木じゃない。確かに。ああ、エロ姉さんですよ。エロ姉さん。エロ尻姉さん。ああ、いたね。いたいたいた。これにそれで一回下げます。うん。一回でも結構下がってるな。柏木というジャーナリストか。よし、下がれ。お、ここで下げるってことだね。綺麗で行動力があって魅力的な、人使いが荒くてわがまま。うん。ああ、彼女の命令を聞いてるとなんていいんじゃない。なんだか幸せな気持ちになれたな。ちょっとまだ一回、ここまだ下げさせてください。嫉妬しよ。嫉妬しよ。煽ってんだよ、さすが。さすがですね。変態だもんね。ジゴロですね、増田さん。そうなんだ。うん。もしまた会えたら、たくさん命令してもらえると。今これ今絶対もう。嫉妬というかこれドン引きですよ。命令っつって。あ、そうだった。嫌いじゃったかな。いや、一回地まで落ちましょう。地まで落ちるか、うん、まだ地までじゃないのね、うん、あ、救助、なんかすごいの来たね。なんだこれ。例えば何これ。なんだ、ん、いや、でかい。大和ぐらいでかいぞ。でかいっすね。でかかったね。うわ、なんだろうこれ。なんだ、気になるな、これは。話がすごい。何この世界観。ん、うん、おや、お、あ、なんか救ってもらったんだね。はいはいはい。驚いたよ、こんな沖にあんな小さなボートで漂っていたんだからね。なんだってあんな船で。すごいですね。その格好だと釣りをしていて流されたようにも見えないよ。あら、こっち行っちゃいます。こっちに流れさ、ちょっと待って。いや、これライバル登場来たよ。彼女です、彼女の仕業ですとありもしないことを。ここまで切られちゃいます。まだこんなにね、やっぱこの男に流れちゃうかもしれないよ。いや、そろそろ開けないと。いや、じゃあ一回口走ろうよ。一回そう。そろそろここに男に一回走らして、そうだね、で、うん、こっちの男に走らした状態で、うん、あ、実は俺の方が良かったんだって、逃げ山の方が良かったんだって。そんな余裕あるのか、逃げ山が。見せてやろう。彼女です。彼女ですよ。これもう、もう、彼女が？本当だよ、こんないい子いないよ。人を落とし入れるようなことをする人には見えないが。私は副船長の小田と言います。恋のライバル参上だね、小田。海洋生物の危ないよ、これ。小田に泣きちゃうんです。小田これ多分結婚してますよ、これ。もう権力もあるしね、副船長だし。寄港している時刻なんだが、ちょっと予定外の。なんだなんだ、何の調査だ。調査。君たちにも申し訳ないが、港に着くのはまだ数時間かかりそうだ。うん、私が言うのも変だが、
助けてもらったお礼を言いに社長に、なんだろうこれ、なんだろうね話が。今なら挨拶観測室にいるはずだよ。観測室に行け。なるほど。船長コインある。それじゃあ港に着くまでゆっくりしていってください、うん、あでもちょっとじゃあ落ち着く時間かもしれないですね。そうかもね。こっからは、うんね、とりあえず、うん、だからここでちょっと2人のその距離、うん、あの縮めにかかるから、もう一回ここで下げてから。あ、ね、あ、なあ、こっから来る。こっから、ああ、なるほど、始まった。はい、夜の海、波音、そして影。とりあえず船長に会うからさ、髪型質は負けにしといた方がいいんじゃない？そうです。あ、失礼ないように。そうですね。失礼ない。うん。チャラチャラしてるからさ、今。うん。質は負けてなかったっけ？質は負けは？あ、買ってないんだっけ？いや、買ったよ。いや、買いました、買いました。やっぱトイレじゃないと帰れないんじゃないですか？なるほど、なるほど。ああ、そういうことか。じゃあ、ほくろつける？はい。ほくろとりあえずつけよう。ほくろつく、ん？ついた？ついてない。あ、ついた。ついてる。あの唇の下のとこに。ついてる。テレビのゴミじゃなくて。いや、違います。本当だ、ついてるね。ついてる。袋だからね、そんな。アイパッチはどうなるの？ああ、はいはい。あ、海賊っぽくないのこれ。ああ、いいっすね。いいね。はいはい。いいですか。じゃあこの感じでとりあえずトイレあれば。あれば。そうだね、あれば。いいですか。うん。はい。よしよし。お、いいね。いいよ、走ってるよ。なんだ、え、話しかけといいんじゃない。うん。だから何を言っている。何と言えば。右が先だ。右が先だ。なんか、なんか起きてんじゃないこれ。観測室っすね。観測室。あ、コインあるよ、コインあるよ。コイン取んないと。あの深沢って堅物博士、結局でかい影が海の底にいるとしか言いやがらない。あ、こいつ、あいつだ。また来たな。おお、お前たち、そうか、お前たち、うん、あの小舟で漂流して救助されたっていうカップルは、うん、どうやってこの船まで来たんですか。ただ大塚の出現に驚く。ただただ驚く。ただただ驚く。うわあ。ここはもう。どうしてこの変だって挙動が。情報を集めにな。おっと、もう行かなきゃ。ヘリを待たせてるんだね。かっこいい、ね、かっこいいな。かっこいいね。お前そんなに驚くのかな。いや本当だよ。悪いがヘリは定員いっぱいだ。ほぼ裸みたいな。そうだよ。カップルはゆっくり船旅を楽しんでおくな。こんなに一緒だ、会話できないやつね。あーでもお前がいたらこの船も巨大なやつに襲われるかもな。え、今、海の下にいるってことしてよ。巨大な影がなんかいる、そういう怪獣というか。マジかよ。あー、当てましょうか。じゃあ何出てくるか。海の中、海の、うん、まあ、ベタに行くならシン・ゴジラの第一段階、うん、海の中だもんね。ゴジラは海から来ましたね。よし、うん、覗き込む、なんか覗き込むってあるんでしょ。あ、そうじゃない？丸、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 丸じゃない？上にコインあるわ。あ、上にあんの。どうやって行くんだろう。開けないよ。そいつ、いやいや、なんでだよ。反対側にないの？あの、はしご。あ、なんかいっぱいあるぞ。ほんとだ。そこはないね。あ、登るとかないですね。うん。あ、なんかあったね。なんか人がいたね。いや、これあいつですね。あ、そうそうそうか。あいつって。ちょっと撮った方がいいですか。まあ撮った方がいいんじゃない。せっかくだからいろいろ。戻れ戻れ。どこだ。左じゃない。もうちょい。いいですか、うん、ちょっと上のやつちょっと、うん、多分のっちかもしれないですね。階段上がったところにさ、コインあったよ。そのドアの前にさ、不自然に立つ男。ああ、ドアの前の不自然な男なんだろうな。まあどうせ入れないんだろうけれどもね。はい、一旦。これ絶対入れないっすよ。ほら。なるほどね。あ、だからやっぱ船長に行って、この階段の上にあったよ。あれじゃ、あれ船長じゃないの。うん。あ、それいや、これ階段登りましたもん。副船長じゃないの。あ、登ったか。はい。また副船長でしょ。ちょっと会いに行きますよ、じゃあ。恋のライバルでしょ。いや、そうですよ。あら、お船長、女性。君たちか。船長に挨拶するかい、うん、ちょっと待ってて。こいつ、本当は違うだろ。ちょっと重いぞ。影はどうなってるの。重いる。機体わずかに移動したようですが、ほとんど動きはありません。
船長。なんだよ、ババアじゃねえかよ。いやいや、彼綺麗でしょ。そう、ババア綺麗だよ。そこまでの人じゃない。そうですね。その影が、ババアなのにこのリボン結んじゃう感じで、やべえ、ババアじゃないの感じで見えたぞ。いや、20代でしょ。20代でしょ、これ。いや、さ、なんだよ。おたひめじゃねえか。じゃねえかよ。船長だから。船長だから。それはいいでしょ、じじいで、船長。絵みてえな顔してんな。こんなチャンスもうないかもしれないんですよ。鍵じゃなかった、なんすか。そうだな。今行っている。いや、この調査するかどうかみたいな。予定外のものです。油絵みたいな顔してるな。飛行してみません。それにこの船は観測船です。船も、なんだろう、海、巨大な影、なんか海ってなんだろうな。海対応することはできませんよ。巨大ダコみたいな、船長、そういう怪獣。彼らが、あー、なるほどね、タコ、人たちです。くれくれタコラ。おお、くれくれタコラ、救助できてよかったです。あ、ガメラって水じゃないっけ。ガメラでも、ガメラでも飛んでいくんじゃないですか、宇宙から。今回の調査の隊長をされている深澤博士、海洋生物の研究をされています。どうも、深澤です。もともとは魚とクジラの動きを調査しに来たんだけど、帰りに見たこともない大きな影をソナーが探知してね。なるほど。船長を説得してここで調査をさせてもらってるの。うん、お堅い船長だからなかなか思うようにできないけどね。深澤博士、私は船の安全を第一に。そうね、船長だからね。そうですよ、そうですよ、そうですよ。博士も船長も真面目でなんじゃない。それぞれの立場が終わりでしょうけど、彼らの前で言い合うのは良くないですよ。分かってますが、町で起きている異変と関係があるかと思うと気が気ではないんです。買った？ホクロコ。異変でどれくらいの被害が出てるか、どんな場所で起きてるか、異変がね、まあ難しいよね。どれ、どちらでも、どちらでもですよ。じゃあ、まあとりあえずこうします。場所、異変はどんな場所で起きているんですか。深澤博士は今まで起きた異変について順序立てて説明してくれた。なるほど。ナレーションが現れた。2体の宇宙人、ウルトラマンね、地下街に根を張る巨大生物、ありましたね。ブリッジの上空を飛ぶ2体の飛行怪獣、そして病院に行く途中で遭遇した巨大な人型兵器。いくつものビルが破壊され、町は炎に包まれ、ブリッジは崩壊してしまった。甚大な被害が出ているという。僕は改めて、いいよ。いや、いいよ、振り出した。僕改めて、ね。改めて。いろんな異変が起きてるんだと思った。多くの、まあ、一番上が、一番バカな気がします。逆にね。そうだね。一番上じゃない？思った、戦慄した。まあ、思っただけだもんね。思っただけだもん。起きてるんだなと思った。いろんなところで異変が起きてそのまんまだよ。説明しがいないっすね。復唱だよ、復唱。本当、小学生ぐらいの感想だね。どうしたんだい？また意識を失う。君たち、びしょ濡れじゃないか。濡れてまだと風邪をひくだろう。濡れてんだ。この観測室を出て左にブライみたいな。なんかいいですか。そこで服を乾かすといい。あ、さっきのところ。あ、はいはいはい。この観測室のね、ヒーターのところ。あ、コインみたいなのなかったっけ。そうそう、レインボーのやつあったよ。レインボーのやつ。左側の方、左側の方。そっちじゃないよ。松田、急に。新機能実装。iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン